まあでもその辺の遊びって言ったらでも限られとったよな、ね、やっぱりお酒も飲まれへんから、そう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 、あのやっぱカラオケでずっと朝までおったりとか、まあ俺らの時はちょうど学生はカラオケあれやからどうやって言うて行くとこは限られとったけど、ああそうやな、うん、そうやそうや、結構規制されとったからな、だ、うん、から多分一番多かったのはサイゼリアで食べてるとかじゃん、ああそうやな、うん、朝までそのな、うん、ファミレスに寄ったりとか、うん、そうそう公園に寄ったりとかしたしな、うんうん、俺は好きじゃないけどなんかサイゼリア入ってなんかドリンクバー頼んでジュースでいらんもん作ったりとかさ、うんうんうん、まああれはあれで なんか若さなりの楽しさみたいな、そうそうそうでまあそれはそれと、うん、今やっぱでも夜遊びといったらうちらはの話で、うん、まあぶっちゃけて言うと今から行こうとしてるんやけど、うん、ビリヤードとか、ビリヤード、うん、まあ、うん、まあ最近始めたというかうちらもまあな、あん、うん、半年ぐらい前からまあちょこちょこ、うん、まあ一部は結構なスピードでしてるみたいやけど、うん、まあ、うちらの周りではやっぱり時間を忘れて久しぶりに楽しめるものかなっていう、まあ、しゃべりながらやるのにちょうどいいからな、うん、そう、もうなんかやっぱうちらに合ってるからこそこう選んでやなとは思う、ダラダラできるから、うんうん、なんかそのまあきっちりしたビリヤードのところに行ったことがないから、うん、その本気でビリヤードやってる人にはちょっと失礼かもしれんけど、うん、まあのんびり自分のペースでできるし、うん、なんやったら相談事友達としながらでもな打ちながらっていう、うんうん、ボーリングとかってなるとちょっと球が大きいし、なんかちょっと重い、ね、そうやな、なんかもう喋るまでに疲れてるっていうのがある、そう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 、一個一個途中経過のたびになんか立ち上がって座って立ち上がって座ってっていうのが繰り返されるから、うんうん、結局なんかボーリングを してるだけやん、ね、うん、結局スコアが気になってしゃあないみたいなとこあるしな、そう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 、ビリヤードしつつっていうのは結構できるから、うん、なんかやっぱビリヤードってすごいこの球の先に集中して球の先になんか神経を全部ここに使うからさ、うん、それと同じようになんかすごい話もまとまってくるっていうかさ、うん、なんか話したいこともなんかまあたわいないことでもいいんやけど、うんうん、なんか酒飲んで話してるぐらのと同じぐらいシラフでビリヤードやっててもなんかスラスラ話が出てくる気がする、うんうん、まあ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 同じ空間にずっとおるわけやからな、うんうん、なんかあれや、字が出てきてちょっといらんこともくちばしでしまうかもしれない、まあな、まあな、うん、まあそれもまたありよありということで、まあうちらはその感じでビリヤード楽しんでるけど、うん、どうなんやろね、最近の遊びっていうのは、夜遊び、夜遊び、中高生ってなったらどうなんやろな、なんかちょっと悪い子やとやっぱバイクで遊んでやろうとかなったりするやんか、うん、うちらはやっぱそんなんなかったからさ、うん、まあまああれなんちゃう、なんか駆けずり回ん、外駆けずり回んのが昼になるか夜になるかみたいなとこがあるんちゃう、うん、なんかさ夜歩き回るのって楽しいよな、まあな、うん、やっぱ、ね、人がおらんっていうのが一番やし、うんうんうん、なんか自分だけの街じゃないけどさ、そういうなんな支配感じゃないよな、でも、うん、支配感じゃないけど逆かな、もしかしたら、うん、俺一人だけかもっていう孤独感のちょっとワクワクみたいな、うん、だから閉鎖的やから結局、うんうん、自分らだけおるっていう、うん、その世界観が結構気持ちいい、俺らが支配してるというよりは、うん、俺らだけ取り残されたみたいなワクワクの方が大きいんちゃうかなと思うんだけど、ここには自分しかおらんねやっていうのが、うんうんうん、まあそういうのでな、なんかやけにテンション上がってな、自転車立ちこぎとかな知らせやつ思うな柄にもないのにな、うん、山登ったりとかな、そうそうそう、シラフやな、そうそうなすごいよな、夜のテンションってやっぱなんか脳で分泌されてるもんも違うんかなとか思ったりする、うんうん、昼間とはかなりなんかそうやし、探検というか、うん、冒険というか、小さい頃になんかあれ裏道通って行ってた時とかさ、うん、あんな感じに似たもんか、ちょっと遠回りして帰ってみようとかな、そうそうそう、自分の全く知らんとこで、ね、全然人もおらんようなとこやから、うんうんうん、
昼間見える世界とまた違うしな。そのスリルみたいなのがあるやんな。誰もここを見てなくて自分が今見てるだけ、うんうん、でまあやっぱりでも、まあ、楽しいけど、うん、やっぱ特に若い子は気をつけてほしいよな。最近なんかやっぱ物騒、うん、なんかどっかで車が暴走したとかさ、うん、なんか知らんやつが知らんやつ刺したとかさ、うん、やっぱあるやん、うん、まあ、うちらもいつあるか分からんけどさ、そんなの、うん、まあ、夜のうちもそうやけどな、うん、夜遊びな、まあ、気をつけてほしいっちゃ気をつけてほしいけどね、うんうん、楽しいのは分かる、うん、俺らもようやるから、うん、まあでもだから最低限まあ自転車の明かりつけるとかさ、そうやな、うん、うんうん、だから別になんかそんな自分にとって負担になることはできることはまあしとこう、うんうんうん、確かにな、気持ち的に、うん、いいことだと思う、うん、誰かの、まあ誰かとは言わんけど民家のそばにおるとかな、うん、あんま人だと離れたところに行って知らずに何かされたりとかしたらな、うん、もうどうしようもないし、うん、やっぱできる限り最低限安全な処置を自分で取ろう、うん、何の番組やねんな、もうまあ夜遊びリスクもついてくるけど、まあ、そのスリルもある。そうやな、そこら辺でなんか俺らはなんかあったんかなかったんかよく分からへんけど、うん、まあ、ちょっと警官の人が歩いてきたらちょっとやべっていうとなんか緊張感、そうそう緊張感、うん、その後それをなんか回避してからのなんかそのかかった後でのなんか会話みたいな、うんうん、まあまあそれもまた若さというものっていう、うん、なんか警官エンカウントしてなんかその後退けた後でなんかあれやばかったねみたいな、そう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 、うん、まあ、まあ、でまあうちらはそのビリヤードに最近凝ってるけど、うん、割とそれ以外のことってあんましてけへんかったよ。まあボーリングぐらいかなとは思うけど、うん、みんな結構さそのスポーツ系の子はバッティングセンターとか、うんうんうん、まあ多いのは俺らが今回行こうとしてるビリヤードの場所みたいな、ビリヤードの場所を多分今回なんか JJ とかなんかああいうとこや、うん、なんかいっぱいそのエンターテインメントがある、うん、だからあそこら辺なんちゃう。ああなるほどね、いっぱい楽しめる、だからそれに限らんってことやな。そうそうそう、なんか、うん、なん全何ぼ払ったらなんかそこのやつ全部やっていいみたいな感じのとこ、前俺らがビリヤードやってた時も明らかに俺らより年下かな多分、うんうん、なやつらバーッと遊んどったんや。そうやな、最近あでもそう思ったら漫画喫茶とかもやっぱ多いんかなって。漫画喫茶な、うん、多いわ絶対。なんかな、でもなどうなんやろうと思うね俺的には、うん、その例えばさ、まあ、俺らって学生の時からすごいおとなしい身分やったやんか、うん、だからまあ漫画とかも好きやし、なんか割と家で一人で漫画読んでるのも好きやったやんか、うん、でもなんかまあ特にちょっとヤンキー系の子とかってやっぱ昔から外でそういう連れとかとつるんでさ、ちょっと悪いことしようとか、うん、夜中遊ぼうっていう子は今どうなんやろって。なんかその漫画喫茶とかってまあ流行ってるんやと思うやん俺的には、うん、そういう子って漫画喫茶で一人で漫画読んだりとかさ、俺らやったら十分にありえたやん、うん、そういう一人で漫画読む、その漫画喫茶に行って漫画読むってことはまあ俺せえへんかったけど、多分まあない選択肢ではなかったと思うね、うん、ただそのあんまその一人で遊んだりするっていうことをせえへん子がそういうことしたりするんかなっていう、まあ、興味、結構ああいうタイプってさ、うん、自由やん、うん、集まるとき集まるけど、うん、なんかあれバーッとなんかばらけるときばらけるやんか、うんうん、なんか気分によると思うで、なんか、うんうん、なんかグループの中で普段なんかすごいなんか盛り上げるタイプのようなやつがなんか例えばダウンしたりするとするやんか、なるほどな、それでなったらなんか自然にばらけていくみたいなとか、うん、なんかそんな感じがあったんじゃん。だからまあ俺らより優れてるあの多分集団の時はその話を聞くと、うん、集団の時は集団の楽しさで楽しんどったし、うん、一人の時も一人の楽しさを持ってたんかなって、うん、だから考えても無駄っていうのは全て分かってたからこそのなんかもうなんか思った通りの行動、うん、そうやな、さっと、うんうんうん、俺らまあネクラやったやんか、うん、だからやっぱ
割とみんなで集まっても、うん、そのあんま派手なことはしなかったし、うちらなりに楽しんでたけど、うん、でまあだからでも結構俺らってそういう地味なタイプやからさ、うんうん、内向的に、そうそう、割とそういう派手なこうなんか嫌やなって思う部分もあったんやんか。そうやな、うん、俺何面か言ってるけど、うん、だからやっぱ今こうやって考え直すと、うん、別になんかな、うん、そう俺らと違わん、むしろ俺らよりちゃんとその集団の楽しみ方を分かってて、うん、自分の時間も持ってた、うん、ちゃうかなと今思い返すとそう思うよな。まあね、からまあどうなんやろな、自分にとって一番楽しいなんか生き方、うん、みたいなのは向こうの方が初めからできてたとは思う、うん、そうやな。ただまあちょっとまあ俺はそんな人のこと言われへんけど、うん、授業出へんかったりとかそういう部分な意味でもあったから、だから自分が楽しいと思えることにいけるっていうことに関しては絶対まあああいうタイプの方ができたと思うけど、そうやな、うん、自分の行動に自信を持ってな、うん、やってたよ、うん、まあ他どういうとこがあるかっていうのは別に言わないけど、うんうんうん、まあそれは置いといて、まあうん、そこの部分グッと出したから大体分かったと思うし、うん、他の悪いとこみたいなのは、うん、まあだから何が悪いとかあんまないよなって最近やっぱ思う、うんうんうん、まあプラスに取れるとこの方が多いような気がするな、うん、やっぱそれはまあ俺らは俺らでまあ真面目やったとは言わんけど、うんうんうん、そのちゃんとする分はちゃんとしてて、でもただその分控えめやったし、うん、自分持ってなかったかなとかも思うけど、うん、まあ俺らが付き合っていかれへんかったとみたいなとこあったから、ねうんうん、向こうは結構話してくるタイプのやつは話してたし、そうそうそう、まあその分向こうはやっぱ自分持ってたし、うん、集団で行動する能力持ってたし、うん、まあただやっぱそのなその秩序というか学校の規則とかはまあ緩い部分もあったなとは思うけど、うん、マナーとかね、うん、だからまあそれは一長一短というかさ、うんうん、今思えばね、多分あの時は俺嫌いでしゃあなかったもん、うん、そんなことまあでもあれやと思うで、結局そういういいとこを出していたとしても、うん、何中間におるようなほんまに普通なタイプのやつがおったとしたら、うん、うん、なんかもうさっき言ったように一長一短やったっけ、うん、なんか目くそ鼻くそ笑うじゃんけどうん、うん、なんかどっちも下の方のあれなんやと思う、下の方のあれって言ったらなんやけど、なんかどっちも極端なんやと思う。なるほどな、うんうん、地味っていう俺らからしたらまあ俺らは地味すぎやし向こうは派手すぎやし、うんうん、そうやな、うんうんうん、まあ時々いてるな、そういうバランスの取れた人が、うん、そういう人も素晴らしいと思うし、うん、まあ、ああいうタイプが一番なんか苦労してそうな気もするけど、そうやな、まあ2つをある意味まとめる人もいてるしな、自分を維持しつつやっていかな絶対にそういうのは、うんうんうん、無理やから、そうやな、うん、まあまあそう言ってる間にまた時間ですね、うん、今日もはい、また微妙なところで終わりで思います、まあまあ早いもんやな、でも最近は、うんうん、まあ、ちょっと慣れてきたようなとこは、うん、やっと、まあ、俺的にはラジオらしくなってきたな、まあラジオって目打ってるだけやけどね、うん、まあ問題点はおいおい、まだまあ4回目ですから、うん、まあ聞いてくれてる人がいるのであれば、うん、こちらも続けたいなと思うし、まあいなくてもまあ最低20回ぐらいまでは続けるんかな、うん、まあまあまあとりあえずこんな感じで見守っていただければと思います、思います。今日どうまとめる？今日はまあまあ、前半の夏に関してはまあ次回に見越したってことで、うんうん、YOASOBIに関してはまあそれぞれ相応のマナーを持って、うんうん、あとはまあ人に迷惑かけるのをまあほどほどにしてね、そうやな、うんうん、まあ、多少迷惑かけてもいいかなと思うよ、ちょっと自分が楽しかったらね、まあ、まあまあ若い人はな、うんうん、そこら辺はね、大人はちょっと自重しろ自重するんだ、自重、うんうん、まあ、できるかどうかは知らないけど、うん、まあそうやな、うん、まあ、何よりも自分を大切にしてちょっと、うん、そうやな、動いていけたらいいんじゃないかなと思います、うんうんうん、遊びっていう部分でもね、そうやな、まあでも、まあ、そこからにはやっぱ全力で遊んでほしいし、うん、そうそうそう、うん、ただまあ遊びだけじゃないっていうことも、うん、まあ明日なったら仕事があるよ現実もやっぱ分かってなかったしな、うん、
まあ、そこら辺の境目つけて、まあ、はい、誰が悪いとか悪くないとかは多分ないと思うから、うんうん、おかしかったな、誰が悪いとかないと思うから、うんうん、まあだからそれぞれやっぱ尊重し合うことやな、うんうん、すげえ無難なまとめ方やなってなってるけど、うん、まあ今嫌いなやつもな、うん、多分5年後10年後もしかしたらその人の気持ちが分かることがあるかもしれないし、うん、同じ人間ですから、うん、まあまあちょっと夜遊びから外れた気もするけど、うん、まあみんな気をつけて、気をつけて夜遊ぶときは気をつけて、うん、僕らも気をつけて、ね、うん、今からビリヤード行くし、はい、うん、はい、では今週はこの辺でありがとうございました、はい。